バー茶までございます。ついに出会うことになりました。追い求めていたランキング1位の逆最下位の方とマッチングしました。前回上げた動画もそうですが、まあ、こういう方々が、まあ、何を、まあ、思ってこういう風にプレイしてて、まあ、楽しく、やっぱ勝てると楽しくなるでしょうから、まあ、そういう人たちに、なんかこう、まあ、アドバイスっていうか動画でね、なんか、そういう人、そういう人たちの問題点が、を見つけられて、こうした方がいいよ、みたいな。言えたら、まあ、必要ないかもしれないですけど、あっちからしたら。まあ、やりたいなと思って。研究していて、あ、マッチングしねえかなと思ったら、今日、来ました。最下位の人。レートは88。その内容をご覧ください。パー。バーってブロック、またずっと配信しててブロックしたやつを全員、はい、あの、解除して、また配信しててブロックしてっていうのを繰り返してたんだけど、大体同じ人が結局ブロックされとんなっていうのが分かったから、もう解除しない。おぉ、うん。あれ、この人、最下位もしかして。最下位か、これ。まさか。上司のパワハラに休職中のネズミ君作業員です。下手で全然勝てないのに、ウイルを続けてやってます。すごい人来たね。ある意味レジェンド来た。1460試合。明日の動画ネタ、初めて見た。絶対ブロックしないでください。来た。いや、ブロックしないでくださいじゃなくて、だったらルール守ってくださいってこと。今んとこルール守れてないですよ。楽しい配信来た。楽しい配信。正直どんな感じなのな。どんなフットボールをするのか。これは動画になりますかね。楽しみですね。アンニョンハシムニかー。アンニョンハシムニかー。絶対守ります。ありがとう。じゃあ次守ってなかったらブロックしていいですか。何の対戦。初見です。京都府警山品警察署は上司がパワハラするのかな。こんばんは。でもネズミ取り、予想外すぎてネズミ取り取れないかもね笑い。最下位の方ですね。実はうまいんじゃないかこれ。わかりました。いいね、この人楽しんでるね。楽しんでる。頑張ってください。さっきからパパッサスはめっちゃ点取るんだけど。ね、4カップ勝ったけど難しい。ね。ちょっとゲームの音を聞き出します。あ、マジ？俺の声がちっちゃいの？っていうコメント初めてなんだけど。みんなどう？ゲームはうるさい。パパッサスはもっと打った方がいいのかな。意外と入るね。あ、本当。ゲーム音大きいです。ゲーム音大きい。ゲーム大きい。マジ。自分はいい感じの比率です。あれ、全然大丈夫やけど。全然大丈夫。いつも通りだと思います。もしかしたらイヤホン、え、ちっちゃいって言ってる人はスマホで聞いてる、見てる？イヤホンしてる？大きいです。大きい。あ、どっちが？ゲーム音が？ゲーム音でかいかも。ゲーム音でかい？割と入るとしてもパパスタとか打つのは怖い。ちょっと待って、イヤホンしてない。イヤホンしてない。こんぐらいする？うるさい、ちっちゃすぎ。さあどうなんだ。いい感じ。いい感じ？ OK。 ちっちゃい。いろんなやつおるな。イヤホンなしで音量マックスでちょうどいい。あー、ちっちゃい。
よく、リスナー聞きながらできますね笑い。スマホでイヤホンです。ちょうどいいです。自分は今のがいい感じですけど。今のはいい感じ？元のでいいと思いますけども。もっとすいません。じゃあ、今日自分で、自分でアーカイブ見てから試すわ。試す。切れたー。さっきの方がいいかも。こんばんは。オッケー、ちょっと俺、配信のあれがわからんからさ。あれして？ちっちゃいね。ちっちゃいって人が多いね。ちっちゃいっていう人が多いね。もう一個あげよっか、じゃあ。ジャマ君こんばんは。こんばんは。初見です。初見さん。すごいパス出たな。切れてたな。何があれなんかわからんけど、めちゃくちゃ攻めやすいな。全員ワンツーで走らせてる。こっちいい感じ。小さいって言う人はどう？小さいって言ってた人はどうかな？せっかくなんで50点ぐらい取ってください。私50点無理だろう。スリートレーニング見てるみたい。わらボコボコですね。うわー、でもこれ、あ、これ知ってんだ。よくわかんないね。知識はあるんだ。いいとこも見つけたよね。ジャマ君すごい好き。この人だからしか見えてないとこってあると思うんだよ。試合数は多いからね。そうだね。相手上がりまくるから守備陣人数足りなすぎ。後半から本気出してくるかもね。俺なら切断しとるな。あーやばい。こんだけワンツーするんだったらシュートで終わんなきゃいけないんだろうね。この辺のビギナー見てるみたい。すぐイラついちゃう人な感じする。おもろいくらい入るやん。キーパーがあれなのかな。ほとんどいないね。ボディ役強いですか。あーやっちゃった。何時くらいまでやります。タイトル書いてあるよ。タイトル書いてあるよ。あーこんばんぱ。こんばんぱ。こんにちは。こんにちは。相手挑発して。相手を挑発せよ。自分もジャマ君と当たったと大差でボコられました。ダブル。誰に来たの。バカにしたらダメですよ。ジャマ君が強いだけだから。俺も一回ジャマさんと試合してここがダメって教えてもらいたいです。和骨です。諦めずに頑張ってるな。そうだね。前の人よりはいいんじゃないの。そこ大事だと思うからな。こんばんぱ。でもまあ4点目ぐらいでちょっと一瞬切れかけたけどな。なんだろうね。こんばんは。コンソールチェンジ、これなんでやってんだろう。こんばんは。パーソルチェンジは何でやってんだろう。そこで諦めたら試合終了ですよ。そうですよ。普通だったらやる気なくすわ。結構タックル使ってるね。諦めない精神見習うところがある。見習うところがボンバパスとか、パスサージとかも設定してないんじゃないかな。ジャマ君もダコンやってるんだね。下手してゼロの可能性あるよね。相手さん足でプレイしてる説。体勢悪すぎるとああなるのかな。あ、でもゼロだったら黄色いゲージになるのか。1とかかな。シメオネ使ってるわ。山君やっぱうまいね。ありがとう。ジャマ君がモダコンやってるとは思わなかった。いや
めっちゃインターセプトやっぱ使ってるね。オープンデスクの配信中のチャマと試合して、このストレートの割に上手くないって言われたよ。ごめんね、そう感じたんだと思う。ギブよ。ギブするかどうかはまあね。ふざけたり手加減しないとこが素晴らしい。まあギブした方がこっちは効率いいから助かるけど。フリーズ使えますね。フリーズ使えるね。切れた。It's part of the game, Peter. It has to get ruthless. Sympathy just doesn't play a part. 相手の名前の癖がすごい笑い。How many more does he want? Sergio Ramos. どこで？ネイマーのとこ？もうか。ちょっと。試合中質問やめてね。そういうルールやから。この試合はええやろとかないから。で、ブライネ強いですか？オートすら入ってんのかな？パー。パー。正直、守備も。みんな質問ダメですよ。何なんだろうね。自分は丸パス練習しなきゃです。おう。俺よりメンツ揃ってるわ笑い。あ、相手？質問はブロックパー。今のスラ何だったんだろう。ボートかな。切れたぞ。10点取る人初めて見た。シミュレーションセーブ。コンセプト何入れてんだろうな。四角プレスをしっぱなしだった時の僕の守備みたい。今週ライブアップで来るであろうな。多分四角プレスで来て、押してないんじゃない。すがすがしいわ。ほら誰も来ないよ、ほら。レート再開の人だ。マイケル・ジョーダンのマイケル・ジョーダン。いつの間にか聖配信のバナーめっちゃかっこよくなってる。ジャマ君との試合が挑戦だったくらいで、点取れたのは嬉しかったです。わら。あれ、ダメだ。お、ナイス。でもさ、この間の、この間の人の方が個性あるよな。この人、あ、お今のオフサイドトラップかな。ジェスティレイトの人への動画見てほしいですね。そうだね。こういう人がチャマ塾に入会してどうなるか気になる。なるほどな。こういうとこそくそ真面目にやるチャマ。トラップする機会も。やめたかこれもしかして。こんばんぱーです。こんばんぱー。お久しぶり見たな。質問やめてください。キーパーチャレンジの人か。キーパーチャレンジの人。コーチのが入らない時もある。コーチはな。こんにちは。こんにちは。電波状況は良さそうで羨ましいです。電波状況来ました。仕事でなかなか生放送来れなくて。仕事してんだ。ドナルド・トランプのドナルド・トランプ。ルイス・スワレス。パパストフォポロス。クリスティアーノ・ロナウド。あ、違う、ロナウドが良かった。一回こっちも放置してみるか。やってくるかもしれん。こっちも放置してたら復活する人いるからな。ダジャレもダメですよ。オッケーオッケー、ブロックした。思い出の一点取らやな。取りに来るかな。
邪魔くん最高。最高。いや、ちょっと正直何が悪いのか、見返さないとわからんな。何この人？この人ね、レートランキング最下位の人。本当やめちゃったね、これ。来ないだろ、笑い。あれ、動いた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 。アクミランレジェンドとインテルレジェンド結構良かったね。ミヤコン。相手やる気なくなってる。いや、復活したよ。さあ、見せてくれ。そういや、今日は画面上の試合中の質問禁止の表示出してないんだね。そう、もう意味ねえもん。邪魔くん10回行やな。出してでも質問来るからもう意味ねえと思って。あー、生まれてないな。一回この人の得意のパターンの攻撃見てみよう。プロセだ。画面かっこよいと思います。芸術やな。ありがとうございます。熱い心はプレイで見せてくれ。コーナー見せてくれ。あー、でも結構強いやつやん、これ。強いやつやん、結構。知ってるやん。センターバック2人が足遅いからきつそう。メンパス。誰もおらんとこ。誰もおらんとこパス出したよ。僕以外に質問やられたら、いるんだな。いつもだったらいるのかな。あ、通りすがりのウィーレさん、そういうのいらんから、エラーコード出てマイクラブできないです。そういうのいらんよ。質問禁止はどこに書くのが一番効果あるんだろうね。効果ないでしょ。もう真ん中にドカンと書いて試合見れませんっていう。質問禁止の表示してても見ないと言うんだね。ね、書いたけど質問来てたもん。でもなんかシメオネの深さ全くなかったな。スタッツでなんかわかるかな。邪魔くん4ライブ。さすが104の76。成功率で言ったら俺とそんな変わってないような気するな。こんばんぱー。こんばんぱー。クロス2本。パスカット、パスカットは少ないね。タックルは多いよ。質問は読まない棒読みあれ。中央右から 0% だわ。嫌がらせみたいにど真ん中に表示するのもありだね。右から、いや、ど真ん中に表示しても質問来てた。守備かな、やっぱり。ですね、前で、今度取れてないんだね。そう。あの、ジュリオ・セーザルだったから。質問来てた人、見たばっかりでわかりませんでしたって言ってたね。微妙みたいなとこあるよな。難しいね。12対0って野球の試合ですか？ポイントがレートランキング最下位。何が違うんだろうね、でもね。ヒゲ濃いな、この人。誰とでもマッチングしてるところがすごいわ。邪魔されて同じました。確かにそうだね。いない人は何してもいない。ああ、誰とでもマッチングしてるのすごいね。なるほどね。ヒゲ濃いはロタダブル。うん、ヒゲ濃いはこの人。メンツ的には課金してそうですね。100以下の人初めて見た。久々来たらレート1200弱までいってる。邪魔くんは前線でボールダッシュしてるから強いんだな。そうだな。こんばんパパラッチ。こんばんパパ、あ、違う、ランキングか、うん、最下位。今結構連勝してる感じですか？してるしてる。あ、ほんとだ。めっちゃ試合やってるけど。こんばんパー。こんばんぱ。次のガチャで初めて右サイドバックの黒くるね。邪魔さん勝ってます。フレンド申請してみるか。邪魔くん、こんばんぱ。ぱ、優雅ごとくやってるやん、この人。ビバラーメン。荒野行動して。邪魔からフレンド申請来るとか夢のまた夢。いやだね、貴重な意見は聞けると思うよ。フレンドいいですか。パーパー。5万人以上の再会は結構すごい。キリュウちゃん、パー。
茶まくん優しいなパー、ビバラーメン、何するねん笑い、J レートで有名になる人だ。その敵さんと中抜けとかしてないとこいいと思う。途中抜けしてた。この人をうまくさせたよね。この人と通話しながらさ、けどこんなに何を考えているのかみたいな、何を考えてこうなってんのかとかをさ知れたら、もっとさ俺の動画作りに参考になると思うよな。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。